私はもうカナなので、カナという分野で、うん、平安時代からの継承っていうんで、こういう 今現在はこういう思いで過去からこう探ってきたものをこういうふうに表してますいうのを見てくださったらいいし、また3年5年後はまたどういうのを書いてるかっていうのはまた分かりませんけれども、それはいずれもやはり、うん、また過去に戻って過去からの、うん、過去現在の繰り返しによっての、うん、形成されていくものなので、うん、今時点でこういうものが仕上がりましたっていうものをご覧いただけたら、うん、で、まあ、何を感じていただくかっていうのはもうそれぞれなので自由に、うん、感じていただけたらありがたいですよね。